はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、では続きをやっていきたいと思います。マックステーションですね、来ましたけれども、一回拠点の方に戻ってみて、見たところマックステーションは別に中継地点でも何でもないんで登録はされてなかったですね。なんでまた歩いてここまで来ました。じゃあちょっと電波怪獣のところへ行きたいですけれども、ちょっと電波怪獣もそもそもどこにいるのっていう感じなんで、まあ探索から始めていきましょう。ここはまだちょっとね敵が強いんですよね、来たばっかりで。おー、ドアッジとか一ターンじゃ倒せないっていう。ダブルウォークアンタの通常攻撃がねちょっと弱いんすよね。なんか技みたいなのは強いんすけど、とりあえずまだ行ってないこっちの方へ。このゴブにもちょっとめんどくさいし、おー、ひるんだ。お、レイロンスのチップを手に入れましたね。ウィンドキューブも広いな。どんどんマップが複雑になっていく。今なんかチラッと見えたぞ。これは結構ヒットポイントの高い軍団だ。ドアあっち、近いからもうどんどん使っていこう。戦闘にはなるかな、ならないかな。よしよしよし、ここは普通に先に行けますね。あれ戻ってきちゃった。あとこっちはいいてーめっちゃ食らったー。回復、こっちはいけないか。じゃあこの右の方に行ってみましょう。そこにも扉が、なんもないと思ったら扉があった。マジか。みんなそろそろ上がりそうだ。ここは？ここも何もないか。扉が多いな、やけに。あれ？また繋がっただけだ。まあいいや、回復できるし。あ！ああ。え？開かない。一方通行か。結構めんどくさいギミックが出てきましたね。これはゴリ押しでいけるでしょう。上がりそうで上がらない。でこっちがまだ行ってないけど、瓦礫、であの扉は戻っちゃうから、いてー。
ここは瓦礫で、こっちが行けますね。瓦礫かよ結局じゃあこっちは行き止まりじゃん、なんだかんだで。じゃあこっちは瓦礫、こっちが行ってない。お、始まった。ピギャー。この鳴き声はガゾートだ。近いぞ。近いのか。セーブしよう。死んだら再戦はできるけど、絶対倒せないともうタイトルに戻るしかないですからね。お、この広場っぽいと思ったら敵が出てきた。どっちかよりによって一ターンで倒せないんだよな。まあ幸いあんまりヒットポイントは減ってないし。ガゾート出たな、ガゾートキーガー。下がれ、まともに食らったら危険だ。はっはっは、ガゾートには手も足も出まい。クロスボーンヴァンガードがなぜウルトラ怪獣を、ネバーで研究されていたものを拝借したのだ。我々も戦力不足だからな。電波障害の混乱に乗じて奇襲作戦もうまくいった。やはりそういうことだったか。さあガゾート、こいつらを始末しろ。キビーグア、アクセル、そうだ、サウンドトランスレーターで。太郎はサウンドトランスレーターを起動し、ガゾートに向けて呼びかけた。ガゾート、私の言葉がわかるか。ん？ガゾート、お腹すいた。何？ガゾートと会話ができるのか。ヒーローどもを始末しろ。そしたら餌でも何でもたらふく食わせてやる。ヒーローは友達？何を言ってるんだ、ヒーローは敵だ。ガゾート、そのモビルスーツがお前の友達だ。こっちが友達？そうだ。食われる。友達はごちそう。ガゾートの食べ物。な、何？美味しそう、美味しそう。美味しそうか？やめろ、こっちへ来るな。ガゾートはデナンゲーを追い回した。いただきまーす。く、このままでは危険だ。撤退する。やんなら今だろう。あ、行くぞ。なんで攻撃を食らったら危険だとか言ってたのに。まあいいや。とりあえず、まあ最初はツインドライブシステムかけて、バイオセンサーかけて、カップルかけて、こいつは、まあ、火の攻撃をやってみましょうか。いてー。まあ特に普通っすね。じゃあまあ、GN バスターソード40使うんだ。ってことはライフルモードがコストパフォーマンスがいいかな。でベスバーとこれがコストパフォーマンスがいいですね。ヒールで回復しよう。おお強い、やっぱり。いってー、めちゃくちゃだ。ちょっと回復するか自分で。ライジングガンダム、メテオ、あとは氷をやってみましょう。いってー。特に弱点はなさそうかな。うん、攻撃力が元に戻っちゃったけどしょうがない。
うわ、攻撃力だけは一丁前だな。ただ単体の1回だから全然対処できる。っていうかもうラッシュかけよう。多分もう余裕だなこれは。GN バスターソード、ベスバーのメテオのドラゴンウィングをちょっと使ってみるか。破壊する。でうつえ。お、でも画像とのチップがない。やったな。通信はどうだ？OK だ。電波障害がなくなった。じゃあ仮面ライダー2号に連絡を。あ、今やってる。画像ともしや普通の雑魚敵で出てくるとか。どうした2号？仮面ライダー2号、応答せよ。すまない、戦闘中だ。相手は誰だ？大丈夫か？マスターガンダムだ。さすがに一人じゃちょいと厳しいな。わかった、今行く。マスターガンダムの襲撃。わかった、今セーブしてから行く。まあ余裕だったけど回復しましょう。うん、これ画像とは多分後で雑魚敵で出てきますね。あんまり強くなかったしそもそも。攻撃体勢を取ってる。うわー、ティガーがな、なんか若干命中率が低い気がするんですよね。なんかよくミスる。技術が低いのかな。こっちはガレキか。お、ゼズールが出てきた。通常攻撃でひるむのはいいな、やっぱりだいぶ楽になる。こっちはがれき。ん、ここは開かない。赤い方は開かないか。うわー、なんか一方通行になって終わりそうな気もするけど。あ、宝箱。こいつ3人か、めんどくさいな。今効率よくいかないと。あ、ヒーロー技であれば使えねえし。 SP を使わないんで済みますからね。よーし、メガライフキット2000円。こっちは完全瓦礫。あとここがいけるな。うーん、どうしよう、ゴリ押すか。いや、こいつらの回避率がちょっと高いのか。う、アイテムが持てない。もうめんどくさいからいいや。ヒールで回復をしましょう。何もない。うお、いっぱいいる。ゾゴック。こいつは全体攻撃はないからな。よし、う
アイテムがいっぱいだ。メガライフキットが意外にいっぱいになってきたからな。でもな、使うほどのヒットポイントは減ってないからね。赤はいけないんですよね。いけないっすね。これもゴリ押すか。アイアンネイルが結構強い。あれ、ここ赤い。なんかいろいろ扉があるけど、おお、近道になった。よしよしよし。これ多分最初の第一中継地点の近くですね。この広場っぽいな。とりあえず大丈夫かな。はっはっ、どうしたどうした。はっはっ、くっ、その程度か。ふん、そろそろ終わりにしてやる。2号大丈夫か。はっはっは、やっと現れたか。待っておったぞ。我々をおびき出すために2号を出しに使ったのか。ネバーの研究所では思わぬアクシデントに邪魔されてしまったが、貴様らにはデビルガンダムの生体ユニットとしての素質が十分にあると認めた。お前らはわしの理想通りの最高の生体ユニットだ。勝手なことを。ん？な、誰だ。この武器はメッサーグランツ、シュピーゲルか。えい、姿を見せい。さすがはマスターガンダム、よく私だと分かったな。シュピーゲル、わしの邪魔をする気ならばこの場で始末しておかんとな。マスター先生、お戻りください。なんだ。まもなく式典が始まります。おお、もうそんな時間か。迎賓館だったな。よし、すぐに戻ろう。今日はコスモバビロニアの記念すべき日。貴様らも中継をよく見ておけ。世界を導くという尊き者の姿をな。え、マスター先生がコスモバビロニアの意見に賛同するの？待て、デビルガンダムはどこだ。逃げ足の速いやつだ。すまない、また助けられてしまったな、シュピーゲル。礼はいらん、貴重な戦力を失いたくないだけだ。だが、なぜクロスボーンヴァンガードとマスターガンダムは組んでいるのだ。私にもまだよくわからない。その中継を見りゃ何かわかるんじゃねえか。そうだな、だが私は引き続き隠密調査を続ける。これにてごめん。とりあえず2号も消耗しているようだ。一旦マックステーションに戻ろう。危ねえ、最初の近道開いといてよかった。ヒーローたちは疲弊した仮面ライダー2号を連れてマックステーションへと戻った。そこには拠点からバース、メテオ、ビーストも駆けつけていた。おお、みんな応援に来たぜ。事情はセブンから聞いた。まずは2号を医務室へ。みんな、わざわざすまないな。だが治療するほどの怪我じゃない。何言ってるんすか。無理は禁物ですよ。いいから、この戦うドクター、仮面ライダーバースにお任せください。バースは半ば無理やり2号を医務室へ運んでいった。バースが2号の治療を終え、指令室に戻ると中継が始まっていた。一体何の中継だ。建国宣言だそうだ。コスモバビロニアというらしい。ラフレシア出てくんのかな。あー、出てきた。いきなり出てきた。我々の故郷、人類の唯一の宝である地球は腐った連邦の高官たちによって汚染され続けている。我々はもはや体制内の改革は無理と判断し、このコスモバビロニアの建設を決した。ラフレシアめ、
このラフレシアってやつがクロスボーンヴァンガードのボスか。ああそうだ、キューブに取り込まれた諸君はその理由を考えたことは終わりかな。それは選ばれし者である証なのです。だからこそ責任もあります。我らが使命は地球の再建、そのためには先人に立ち血を流すことも恐れない、それは尊き者の定め。世界を治める者はかくあるべきなのです。ラフレシアってこういう口調だったっけ。馬鹿げてる、キューブの中で国を作るなど何が選ばれし者だ、勘違いも甚だしい。綺麗事を並べたって軍事力を持って出てきた奴らは武力制圧しか考えないんだ。我々は今ここに。おお、攻撃だ。誰だ、捕らえろ。いいのだベルガギロス、我らと意見を意にする者たちを殺しに来るのはいい。私は逃げも隠れもしない。なんだこの茶番は。今の爆発、おそらくシュピーゲルだ。あいつは本気だ。僕たちも行こう。ラフレシアの野望なんか阻止してやる。俺もいろんな国を渡り歩いてきたが、ああいう輩がトップに立つとろくなことがねえ。今のうちにぶっ潰しておこう。敵は迎賓館を拠点にしているのか。だとしたらルートは2つあったな。よし、ならば隊を2つに分けて捜索しよう。ヒーロー隊と別動隊だ。別動隊メンバーはバース、メテオ、ビースト、そしてこの俺だ。いいな。おお、別動隊にアクセルが加わった。ぐー、何の音だ。ははは、俺の腹の虫だ。いやー参ったな、さっきから腹が減りすぎて力が出ねえんだ。迷惑かけちゃうかもしれねえから俺は別で。ん、食料ならあるぞ、食ってけ。彼はファントムを倒して魔力を食べないと生きていけないんだ。しょうがないやつだな。わかった、じゃあビーストは単独行動で。悪いな、食ったら合流するからよ。セブンは引き続きここに残って指揮を頼む。わかった、では別動隊はバース、メテオ、アクセルの3人でいいな。問題ない、ヒーローたちもいいな。了解。 F91、気持ちはわかるがあんまり焦って突っ走るんじゃないぞ。わかっている、まずは敵情を探ることだ。よし、では行こう。ヒーローたちと別動隊はマックステーションを出ると迎賓館を目指しキューブ内の探索を開始した。うん、目的地コスモバビロニア建国。はい、ということで、ラフレシアが出てきてコスモバビロニアの話になりましたね。まあここで建国するみたいですけど、あとビギナギナーが出てくるかどうかっていうところがちょっと気になりますね。というところで、じゃあ次回はちょっと迎賓館目指していきたいと思いますので、今回はこれで終了します。